ロージー・オドネルはアメリカ合衆国のコメディアン、女優、司会者である。本名はロザンヌ・テレサ・オドネル。ニューヨーク州サフォーク郡、コマック出身のアイルランド系。ロングアイランドにて5人兄弟の3番目に生まれる。両親ともにアイルランド系でカトリックの下で育つ。11歳になる直前に母親を乳がんで亡くしている。リクソン・カレッジに入学した後、 ボストン大学に移るが、結局中退した。1979年から1984年まで、スタンダップコメディアンとして、クラブを回った。その後、ラリーキングライブのスターサーチに出場して、人気を集めた。1996年から6年間続いた、テレビトークショー、ザ・ロージー・オードネルショーのホストとして有名だが、その後も、テレビや映画で活躍している。 映画デビューはプリティリーグのサード役。ミュージカルグリースでブロードウェイにデビュー。これまでエミー賞とトニー賞を受賞している。2002年にレズビアンであることを公表した。2004年にサンフランシスコで長年のパートナーであるケディーカ・カーペンターとの結婚を認められたが、米国カリフォルニア州最高裁判所で無効となる。2012年9月には、 ミシェル・ラウンズと同性婚に至ったが2014年11月に離婚している。ありがとうございます。